岩切駅は、宮城県仙台市宮城野区、岩切麻堂の口にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道東北本線の駅である。当駅から、府駅への支線が分岐している。また、松島駅から分岐する支線を経由して、仙石線へ直通する仙石東北ラインの列車も、東北本線内各駅停車となる快速に限り、停車する。 島式ホームに面に四線を持つ地上駅で京上駅舎を有し、改札外と各ホームは階段とエレベーターで連絡している。かつては地上駅舎であり、各ホームは地下通路で連絡していた。また、上下本線それぞれに対する対比線を各一線有しており、列車の追い越しが可能であるとともに、一番線の 外側にもホームのない側線一線を有する。仙台駅管理の直営駅。以前は管理駅で駅長、助役が配置され、東北本線の東仙台駅、塩釜駅間の各駅、東北本線支線の新利府駅、利府駅を管理していた。緑の窓口、自動券売機、自動改札機、多目的トイレ設置。始発から6時40分の間は、 駅員が不在となり、インターホンによる対応となる。仙台レールセンターが隣接しており、レール輸送車の数のため、入れ替えがある。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅であり、東北本線においては最も北になる。2016年から2018年にかけて、仙台市と JR 東日本仙台市社の協定により、 駅舎の橋上課や南口の新設、並びに南北自由通路の整備が行われた。橋上駅舎化自由通路整備、仮駅舎新設、ホーム改修などの総事業費は21億9400万円余りとなっており、そのうちの21億500万円余りを仙台市が8900万円を JR 東日本が負担する。 現役者の供用は2018年11月18日より開始された。旧駅者の解体を含め、後期は2019年3月までだった。2016年頃から JR 貨物の車扱い貨物取扱い駅として扱われている。不定期列車ではあるが、相模貨物駅からレール輸送の高速貨物列車が運行される。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は4567人である。近年の推移は以下の通りである。駅開業時に岩切村だったことから岩切駅となったが、駅前周辺一角は、駅住所から洞の口と呼ばれていて、昔からの地主や医者などの高級住宅街がある。現在は、千円広域都市計画仙台市。 岩切駅東土地区が整理事業、それに伴う宮城県道275リーフ、岩切停車場線が東駅正面に開通し、沿線には大型スーパーや大型マンションの建設が進み、新興住宅街を形成している。駅利用者も開通時期を境に増加傾向にある。ありがとうございます。